さん。どうだった外の様子は。お客さんいるか。喜べみんな、超満員だ。よかった。みんな楽しんでくれたら嬉しい。最後の公演ですね、アナスタシアさん。そうね、精一杯やりましょう。アナスタシアが教えてくれたものを全部出し切る。私も全力で行くわ。よし、じゃ景気づけ行くぜ。今夜は花組の舞台復活の日だ。デートに響かせろ。私たちの心の鐘は花組ファイター。おー、ねえキャプテン、あなたは奇跡を信じる？奇跡？そうだな。ああ、信じるよ。奇跡はあると思う。生まれた国も考え方も何もかも違う俺たちが、こうして花組として一緒になって、そしてかけがえのない時間を過ごしている。この広い世界でこの6人が出会った、それは奇跡なんじゃないかな。確かにそうね、奇跡なのかもしれないわ。でも星の導きは誰にも変えられない。アナスタシア、それじゃあ行ってくるわ。私の最後の舞台ちゃんと見ていてね。ああ、もちろんだ。しっかり見ているよ。今日は全てが輝く特別な日。今日は誰もが希望を胸に灯す日。二人の愛が溢れ出す日。今宵この暖かい星の輝きの下で忘れられない奇跡が起こります。あの鐘の音と共に。今この場に幸せな思いが満ちているのがわかる。本当に素晴らしい舞台だ。見ているお客さんもきっと同じ気持ちだろう。劇場が壊され、桜も気持ちを崩し、クリスマス公演は絶望的に思えた。だけどみんなが心を一つにして諦めず努力した。そうして掴んだ、まさに奇跡の舞台だ。戦うだけが花組じゃない。愛とか幸せとか、そういう本当に大切なことを舞台を通じて伝えていくことができるんだ。俺は帝国歌劇団花組の隊長であることを誇りに思う。みんな本当にありがとう。